こんにちは、手のひらセラピストの斉藤ひとみです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今こうやって8万人以上の方にチャンネル登録していただきまして本当にありがとうございます。皆さんの応援のおかげでたくさんの方に、手のひらセラピーを届けることができております。本当にありがとうございます。いつも嬉しいです。ありがとうございます。今回は改めて自己紹介動画を撮っていこうかなと思っております。興味ないかもしれないんですけど、初めてね見る方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。私は群馬県の前橋市で活動しておりまして、普段は不妊で悩んでいる女性のために手のひらを押すだけで体の不調を解消しながら妊娠しやすい体作りのサポートをしております。ただ手のひらセラピーは妊活だけではなくて、YouTube でもお伝えしているように本当にいろんな体の不調を解消することができるので、これはもっといろんな方のために役に立てるなと思って、自分の中でこれをねなんかしまっておくのはすごくもったいないなと思ったので、YouTube というツールを使わせていただいて、いろんな方のお役に立ったらいいなと思って YouTube を発信しております。ただね、もう本当に今はこうやって SNS とか YouTube で発信をさせていただいてるんですけども、5年前まではただの主婦でした。本当に仕事と育児と家事をこなすただのね、なんかまあ日常生活を、平凡な日常生活を送っていました。でも本当に人は何歳からでも変われるんだなって思うんですけれども、だんだんですね、看護師をもともと12年やっていたんですけれども、なんかこう飽きてくるというか、毎日同じことの繰り返しで、なんか私は本当にこのままで人生終わっていいんだろうかみたいな、こう違和感とかが出てきて、すごくこうもやもやしてたんですね。でなんかある時、本当に なんでしょうね、なんか違うところに行きたいというか、自分がそう思ったんでしょうけど、自然とですね、働いていた職場からこう押し出されるようにですね、人間関係が悪化していきまして、結局そのおかげで本当に看護師を辞めました。やっぱり辞めるってすごい覚悟がいるんですけれども、辞めたことによって、新たな起業っていう道に進もうというふうに思えたんですね。本当に今ではね、いろんな方にお世話になりまして、おかげで今があります。本当にありがとうございます。そこから、看護師を辞めて、で、起業しようってなった時に、タロット占い師を最初はなったんですね。知らない方もね、びっくりしちゃうかもしれないですけど、なんでその占い師になったかっていうと、やっぱその人間関係に疲れちゃって、とにかく一人で仕事をしたいっていうふうに思うようになったんです。で、それで、私は田舎に住んでるので、田舎で、なんか人の役に立てる仕事って何かなーとかっていうふうに自宅でできる仕事っていうところで、タロット占いだったらできるかもっていう感じで、占いも好きだったので、やりました。本当に全然売れなくてですね、本当に月2万円ぐらいしか稼げなくって、もう本当に苦しかったんですけど、でも人って不思議なんですけど、自分の好きなことっていうか、やりたいことをやると全然お金が稼ぎってなかったですけど、すごくなんか充実した毎日を過ごしてましたね。で、なんか売れてない分、なんかブログとかを毎日書いてたんですね。おかげで多分今でも検索すると群馬県で有名な当たる占い師って多分私が結構上の方で出てくるんですね。そんな下積み時代もあったんですけれども、でもね、1年ぐらいは、占い師として、どうにかこうにか、これでうまくいかないかなっていろいろやってたんですけど、でもそんな時にですね、これが本当に運命的な出会いで、そんな時に、手のひらセラピーと出会ったんですね。手のひらセラピーは、皆さんのご存知の通り、本当に簡単で誰でもできて、だけど本当に効果が絶大っていう、皆さんならわかると思うんですけれども、これだったら私にもできるって思ったんですね。
だから多分皆さんが手のひらセラピーって多分知らなかったと思うんですけれども、私も本当に全然周りにそんな手のひらセラピストさんっていうのはいなかったので、まあ本当に運命的な出会いですよね、今考えてみたら。 でもこうやって手のひらセラピーを学んだら何が一番いいかっていうと、自分が健康になれて、家族も健康になれて、そしてたくさんの方のお役に立てるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいなと思っています。やっぱりこの手のひらセラピーの一番いいところって、やっぱこの動画を見て真似するだけで効果 が出るっていうところが一番の魅力だと思うんですね。なので私も本当に今では本当に海外の方からも教えてほしいとかってコメントとかいただけて本当に嬉しく思っています。なので日本だけでなく本当に世界中の方も元気にできるのが手のひらセラピーだなって思っているので、今のねこの SNS とか本当に YouTube とかこうやって動画を通してその方を元気にできるって本当に魅力的だなって私も思っております。まあ、こうやってね私自身も喋るのがすごく苦手でですね、昔は本当に人前で喋ることもできなくて、今やっぱこの、ね、動画だから話せるっていうのがあるんですけれども、人前で話すともう赤面症でもう顔は赤くなっちゃうし、もう何でしょうね、本当に全然話せないんですけど、もう今こうやって本当に動画の力で、たくさんの方のお役に立てています。本当にいつもありがとうございます。これからもこの手のひらセラピーを通して日本中の家族の笑顔を増やしていくために、そして世界中の方も笑顔を増やしていけるような、そんなセラピストになっていきたいと思っております。いつも皆さんのおかげでこうやって発信できております。本当にありがとうございます。YouTube だけでなく Instagram や TikTok なども、SNS 頑張って発信しておりますので、ぜひそちらもフォローよろしくお願いします。概要欄に貼っておきますので、ぜひ登録のほどお願いします。そしてまだこのチャンネル登録していないっていう方がいましたら、ぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。今後の目標としてはこんまりさんのように世界で輝いて活躍できるようなセラピストになりたいと思っておりますので、皆さん応援のほどよろしくお願いします。そして手のひらセラピー教室っていうオンラインスクールも始めておりますので、ぜひこうやって手のひらセラピーをやってみて、なんかすごい感動してくださった方、そしてこれをもっとたくさんの方に広めたいっていう風な、まあ、同じ思いのある方がね、ぜひ入ってくださったら嬉しいなと思っておりますので、ぜひ興味のある方いらっしゃいましたら、手のひらセラピー教室にもお越しください。はい。ということで、本日の自己紹介動画はこれで終了とさせていただきます。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また応援のほどよろしくお願いします。